皆様こんばんは。12月26日月曜日午後7時40分となりました。しゃべくり松代第322回です。本日のゲストは私たち松代町観光親善大使小松姫です。はい、そして本日のパーソナリティはこの方です。お世話様です、7時40分になっちゃいました。今日はちょっとあの回線の具合があんまり良くなくてですね、開始が遅れてしまいました。というわけで今小松姫いつものスタイルと違う方法であのスタートをいたしましたということです。はい、はい、ということで本日は私たち小松姫の夏以降の活動を振り返りたいと思います。300回の記念の時に、7月までの活躍についてはある程度報告をさせていただきましたが、若干画像がダブル分ありますけれども、写真集といいますかね、スライドショーにしてありますので、平田姫の方から進行をしていただきながら、はい、説明をしてください。はい、はい、お願いします。では早速参ります。はい、はい、いきますよ。いきますよ。はい、ドンドンどうならないじゃん。ちょっとお時間いただきます。はい、あ、そうなんだ。はい、あ、はいはい、はい、こうね、はい、はい、これはこれ8月の謙信公祭りです。新潟まで行ってきました。はい、すごく暑くて大変でしたね。はい、大変でしたね。先週ね、朝日さん甲冑隊出ていただきましたけども、はい、兜をかぶっててもね、すごく大変だというようなお話ありました。話をしてました。はい、ちょっといつもとは全然違うパターンでやってるもんですから、ちょっとイレギュラーな面白いところも見えるかもしれませんけど、はい、あれ見えない。また変になっちゃった。いいですか。はい、いいですよ。じゃあ次行きます。はい、ドンドン。はい、こちらハートマークがいっぱいじゃん。どうしたの。そうですね、ちょっと一般の方なので、ね、はい、ちょっとラブリーにしてみました。ラブラブでね、はい、これは9月に行われたライオンズクラブさんのお食事会になるのかな。はい、なんかビデオ撮ってる、なんか勝手に録画しちゃってるけど、まあいいや。はい、参加させていただきました。はい、はい、行きます。いいです。いいよ。はい、どう、うん、はい、こちらは、はい、10月9日に真田十万石祭りに出ました。はい、でこれは甲冑隊の皆さんと一緒に劇をしているところですね。はい、そうです。寸劇六文銭を私役をやらせていただきます。あ、はいはい、手にね持ってるんです、ちょっと。はい、はい、いいです。次行きます。はい、いいですよ。はい、これが一番肝心だからね。これ一番肝心ですね。はい、はい、二本松さんの経営しているめみくらさんで、うん、美味しい信州フードという、ウィークというものがありまして、うん、そちらで私たち一緒になんて活動をさせていただきまして、ね、はい、この日に来ていただいて、そのめみくらさんの、作った小松姫のあんずヨーグルトと長芋ジュースなど頼んでいただきますと、私たちと一緒に写真が撮れるという企画をさせていただきました。はい、何十組来る予定だったんだけど、ね、何組くらいかな来たんだよね。はい、でこれは県の農政課の、まあ、主催っていいますか、そういったのがありまして、でこれで、何か催し物を地域でやってくださいということで、いろいろプレスリリースをしていただいたりということで、お二人もねちゃんと和装をしていただいて、はい、サイン会をしました。はい、いうことでございます。はい、じゃあ次行きましょう。はい、こちら食つながりで、はい、11月23日つい最近ですね、1ヶ月ぐらい前ですけど、食の合戦 in 信州松代に出演させていただきました。
この日でちょうど1年なんですよね。そうだね、2回目にはあの回数って2回目になりますけど、はい、昨年のですね、あ、また消えちゃった、はい、昨年の11月の20日が一番初仕事になります。そして23日の、食の合戦でいわゆるお披露目会ということで、出てきました。それからその次12月の10日に東京のツアー会社 PR にね、はい、行きました。またいつもの通り宮坂代表の電話が鳴っておりますで1月、年変わりまして1月にあの長野駅前で PR 活動をしながら、はい、いよいよ真田丸本番ということで、宝物館 の、 あの内覧会で、はい、これ2人とも行った、行きました、ね、で1月17日にオープニングイベントということで、この時に清丸くん来たんだっけ、ラジオこの後だっけ、清丸くん NHK ラジオこの後ですね、NHK ラジオですね、春です何するかは、はい、まあ、今写真でいろいろご紹介をさせていただきましたけども、松代テレビの方へも数多く出演をしていただいております、はい、まずお二人 の、 あの12月に昨年の12月の21日の第269回ということで、お二人のデビューと、まあ、ちょうど今日と同じようなお支度な感じで、はい、あ、場所も逆だったかな、場所は逆ですね、うん、逆だったね、はい、パーソナリティもちょっと違いますパーソナリティは曲がり屋さんです、はい、していただきました、はい、その後あの5月16日にあの290回で小松菜プロジェクト、はい、それ入ってなかったっけ、入ってます、入ってたよね、この後じゃないよな、違うね、はいはい、いいです、いいです小松菜プロジェクトで、はい、あのこちらです、あ、西子さんがね、はい、あのご紹介してもらいました、いうことでございます。そしてあの300回の特番で、ここまで の、 あのご紹介をさせていただきまして、今日その後またカメラがおかしくなっちゃった、はい、慣れたもんだね、落ちなっちゃった、はい、ということでございます、はい、はい、そして小松菜についてね、それからさっき の、 あのご紹介させていただきました、フードプロジェクト、これについては、はい、あの強い、非常にね、あの彼女たちの、まさにあの、なんていうんですか、本当の住民ディレクターの活動じゃないかなと思うんですけど、観光親善大使として松代のことを思っていろいろこうプロジェクトを今まで進めてきていただいている、フードプロジェクトの紹介、ね、再度もう一度してくれる、どういう目的でどんな内容だったのかということで、長芋と杏を使って料理を作りたいと、この料理を通して若い人がもっと松代に来ていただければいいなと思って企画しました。そうだね、それで、真田丸は、まあ、あの一応テレビの放映は終わりましたけれども、はい、まあ、あ、この後もね、はい、続けていくためにこの料理を作りましたと、はい、それともう一つねお知らせ、さらにじゃじゃーん、じゃじゃーんだね、ドーンと、はい、これ肝心だからこっち映して言ってる、はい、これ肝心ですよ、ということで、はい、実はあのー、食の合戦から大体食の合戦までイベントをして、オーディションをして、小松姫をこうね選んでいくというのがあったんですけれども、皆様の強いご要望、特に私の強い要望を商工会議所のようにお伝えしまして来年の3月31日まで、はい、延長となりました、はい、ということで、さらに、はい、松代の町のために、うん、ご活躍をいただきたいということで、任期延長になりました、はい、はい、なりました、もうやらでね、松代テレビと一緒だね、あのさっきもちょっと住民ディレクターの活動というような言い方しましたけれども、またあの松代テレビはやはりあの今までね岸本さんたちおやりになっている映像を通しながら地元のことを発信していくという、そしてまあ地域の人とあの共有を情報共有しながらね、地域のために活性化のためにあの行動していくというのは住民ディレクターの活動なんですけれども、新しい形でね、三田事務局長、
いう形で私らは活動してますよということで、特にお二人には非常に力を発揮していただいて、でまた3月までねまだありますので、はい、お願いをしたいと思いますけれども、はい、何かそれに向けて、もうちょっと時間かかるんだ これね、ちょっと鈍いんだな、あ、はい、ごめんなさい、これはね実は真由美姫が特技としております。特技好きなだけです。真由美姫抜いてください。見てください。真由美姫映してください。ああそうそう、映してもらいたい。まあモニターがないんでちょっと分かりませんけど、ちゃんとワイプで抜いてもらってるかな。はい、抜いてない。はい、はい、こちらのイラストはですね、フェイスブックにて松代 私たちの小松姫ページがあるんですけども、うん、そちらで真田丸が放映されたその週に、感想を交互に書いていたんですね。そうだね、1週間おきに今井美姫と、はい、平田です。ゆいひめ、はい、はい、分かってるよな、忘れてないから大丈夫だって。ちょっと忘れちゃったかなと。永遠の姫に忘れられてしまいました。そういう年ではあるんだけど、はい、すいません、はい、またこれなっちゃった。永遠の姫が、はい、はい、ということで2週おき1週おきか、はい、いうことでね、いろいろ、はい、あの場面が良かったねというようなことで、うん、なんか季節して追走番組になりましたけども、うん、こういう形で一応イラストを残して、まあ今いろいろねお話があるんだね。はい、県内会やりましょうとかね、町歩きセンターでもその飾りたいというようなことを言ってましたけど、こんな絵でいいのか。楽しく描かせていただきました、うんね、でもいうことで三田さんもういいよこっちの方へ、うん、最終回、はい、はい、最終回だけ、あ、ごめん、もうちょっと待ってて、最終回のね、はい、最終回のね、最終回だけ下書き書いたんですよ。それ以外は全部そのまま直接書いたんですけど、ど真ん中のね、短筒を持っているやつね、これね、はい、ね、それだけは下書き書かないと書けないと思って。そう、私には感想を聞かないでってゆい姫に言われました。なぜかっていうと、もうとてもじゃないけど一言で語れない。そうね、そうです、俺は特に49話が良かったんだけど、最後の前夜ですね、お二人でラブラブの、ちゃん三谷さんも台本にはなかったみたいなことが書いてありましたけどね。はい、はい、この後画面なんかあったっけ。この後、うん、ございません、ございません、はい、これでおしまい、はい、あ、そうか、はい、というようなことで、はい、こういったことを踏まえてね、まあそれぞれの最後意気込みをね、はい、お話をいただければと思いますけど、はい、はい、1年半前に私は実はこちらに来て松代町に来たんですけども、まあ、小松姫の活動でそのうちの1年間やらせていただきまして、うん、本当に真田丸っていう大河ドラマがあったことでご縁があって選んでいただいたので、本当に貴重な体験をさせていただきましたし、多分こちらの小松姫っていうのをやらなければ出会えなかった人たちもたくさんいたと思うので、うんうん、本当にいろんな方とも出会えて、さらに松代を好きになった1年になったなと思いました。はい、はい、ゆい姫、はい、はい、私はですね、この今回小松姫フードプロジェクトを企画させていただいたことによって、数多くのメディアに取り上げていただいてたんですね、うんうん、テレビいっぱい出たね、ラジオも出たしね。そうです、この1年でラジオやテレビにたくさん出させてもらって、うんうん、人生で一番充実した1年になりまし た、はい、もう慣れたね、もうだいぶ慣れたね。だいぶ慣れました。テレビっては松代テレビも3回も出たしね。まあこれからもね、実は これからも呼んでくださいよ、出てもらいたいんですよ。ね、3月までお仕事あるわけでしょ。そうです ね、ノーギャラですけど。ノーギャラですけど。しつこいって。はい、で、はい、この大河ドラマね、真田丸が終わってしまいましたけど、うんうん、来年も引き続き松代の観光 PR も頑張りますし、うん、私たちもっとね、精一杯、はい、今以上に頑張りますので、はい、来年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そして今年最後のね、はい、放送、そうですね、今年最後の放送になりますので、うん、はい、良いお年を。あ、もう閉めちゃうわけね。あ、まあまあ一旦ね、小松姫コーナーはこれで終わりまして、あと最終回でございます、最終週でございますので、最終回じゃないよ、まだ続くんだよ、まだ322だからね、はい、来年も続くんだよ、ね、はい、で実は去年の12月の最終の一つ前に小松姫がデビューでここに出てもらった、うん、
で一番最後の日28日だったんですが、みんな揃ってね、あのおじさんたちがん首並べて、それでこうなんかなんだかんだとこうやったわけですよ、ね、それじゃ面白くないっていうんで、ぜひあの今年は2人で出てもらって、締めてもらいたいという話になりました。でその後ね、まあ今日みんなそんな心境じゃないんだろうけどね実はあの配信の回線の具合があんまり良くなかったもんだから、あのオープンが40分ほど遅れましたけれども、なことで最後になんか身で沈んじゃってるよワイヤレスマイクまでやって、新しいシステムでねこう、出るようにやってますので、はい、はい、じゃあ宮沢代表、はい、じゃあカメラお願いしますね、追ってってください、どうぞ、はいはい、ですね、今二本松さんもお話になりましたけれども、スタッフみんなね今日は沈んでおります今年最後というわけではなくてですね、パソコンそれからネットですね、いろいろ故障になりましてですね、40分配信時刻が40分遅れまして、本当に沈んでおりますということで、今日のね、今日じゃない、今年の反省をということになれば、失敗しないように配信したいなということであります。でこちらに皆さんおりますのでね、順番に、お話ししたいと思います。反省を含めていい、はい、もうそんな暗い話はいいの、もう締めなんだから、締めだもんね、はい、どちらからこちら、だいぶ遅れちゃってね、本当に最後ぐらいうまくいきたかったんですけど、もうその話は言うじゃん、はい、はい、来年はね、あの取り年ですので、ね、大きく羽ばたいてパスロテレビも羽ばたきましょう、はい、じゃあ清水さん、今年はもうちょっとうまくやろうと思ったんですけど、まあ、思うようになかなかいかなくて、ちょっと自分としては不満足だったんですけど、もう少し、もう言うこと終わりです来年はもう少しいろんなことをしたいと思います、はい、よろしくお願いします、はいはい、福井さんどうぞ、どれどれ、あ、いいよ、映ってますか、はい、あの毎週小松姫の2人に来てほしいなと思います以上です、はい、今年最後という形ですね、まあ、来年はこういう形で、はい、いけばいいかなというふうに思いますね、よろしくお願いします、はい、あ、切り替えしてもらった、はい、じゃあアップでやっていただいて、はいはい、どうぞ、はい、はい、じゃあ尾又さんこちらへ来ていただいてどうでしょうか、あ、いいよいいよ、カメラのところみんな回そう、俺清水さんそのカメラ回して、あ、回してくれる、あ、じゃあお願いします、はい、お願いします、カメラをやっております尾又ですけども、この1年間真田丸でだいぶ忙しかったです。来年もですね、1月の7日から4月の3日まで真田宝物館でまた真田家のですね特別展をやりますので、素晴らしい資料が揃っているかと思いますので、ぜひおいでいただきたいと思います。以上です。はい、片井です。1年間まあここまで順調に来たんですが、12月が入ってちょっと手続きがあったようです。まあこれも機械のことで何が起きるか分かりません。そんなことでね、これからも精進して一生懸命頑張っていきたいと、こんなふうに思っています。よろしくお願いします。すみません、はい、はい、はい、それでは、はい、お正月気分でちょっと門松、はい、締め縄ねやりますね、はい、ですね、松井須磨子って松代出身です、はい、はい、この企画展というのをやりますね、はい、樋口家住宅で1月の4日から
ね、行います。で、命日がね1月5日なんですよね。お、うん、で、あれですね、松井須磨子さんのお墓でお参りをして、それから樋口家住宅へ行って、1時から、ね、トークショーをやるという形になりますので、はい、ぜひ参加いただければなというふうに思います、はい、よろしくお願いします、はい、うん、あ、2時、はい、あ、2時だそうですね、はい、申し訳ありません、はい、あ、そうだ、1時に行って2時に、はい、トークショーという形になります。よろしくお願いします、はい、で、先ほどね、あのトラブル続きで、まあ、あのいろいろ申し上げたんですけども、松代テレビとして、いたしましてはですね、今年1年、無事に、最終回まで、あ、今年最後ですね、放送もできました。あ、皆さんも本当にありがとうございました。また来年の予定はですね、1月2日にこれからね、申し上げますけれども、やはり、毎週生放送を行っておりますので、皆様ですね、祭りの皆様、皆さんです、ぜひですね、こちらに出ていただきましてよろしくお願いしたいと思います。それでは来週予告を。来週、はい、新春松代テレビの29年の抱負を語る。いいですね。いいね。ね、何を語ろうかっていう形で、ね、抱負を語る。そう、まあね、お休みの間によく考えて、ね、当日パッと出るようにお願いしたいなと思いますね。ここにいらっしゃる皆さんが、はい、ね、はい、そうです、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは皆さんこちらに並んで、うん、最後、最後の、ね、そうですね、今年最後の別れをやります。こちらはい、こちらになれますか。いいですか、はいはい、はい、みんなでこっち行きましょう、うん、はい、カメラ置いて、カメラ置いてこっち行きましょう。最後、あの、さーっと最後だけ切りますから大丈夫です、うん、はい、片桐さんもこちらに行きましょう、うん、皆さん来ていただいていいですか、うん、清水さんも来れますか。そういうことですか。はい、よろしいですかね。よろしいですか。はい、来れます、清水さん。これ切り替えて、はい、はい、じゃあいいですか、はい、よろしいでしょうか。入ってる、はい、それでは本当に1年間あ、入ってますね、入ってますね、はい、1年間本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ小松さんも来ていただいて、はい、よろしく、はい、どうぞどうぞ。小松さん来る、小松さん、さよなら、もうしばらくお待ちください。はい、はい、はい、OK、 はい、来ました、はい、一番いいポジションに来ちゃった。さよなら、はい、よろしくお願いします。はい、それそれそれくり松代、また見てねー。